はい、今回からですね、こちらのマリオテニスやっていきたいと思います。ゲームボーイカラーのやつですね。もう当時、これが発売した時期だよね。私は小学生ぐらいかな。学校をずる休みしては、このゲームをひたすらやっていたという、やつですね。もうその青春でしかない。やりたくて、これをだから動画で、ついにですよ。私は女の子を主人公でいきます。女の子主人公にすると、なんかダブルスだとその、一緒にやる子がすごく好みで、その子と一緒にやりたい。はい。あ、名前ね。ニーナちゃんって言うんだ。初期設定。まあ、ちょっと、いつも通りね。ビジュアルは女の子ですけど、名前は、ゆうたちゃんというパワーワードでいきます。はい。あ、パートナーって別にどっちでもいけるんだ。男の子主人公にしたとしても。絶対この子、ケイトちゃんだっけ？すごい可愛いのよ、この子。はい。やっぱケイトちゃんだ。ケイトちゃんはケイトちゃんのままでいきます。はい。うわ、夏。なんか学校来るんだよね、確かね、最初。できるかな私。用事を済ませていたら時間を過ぎてしまいました。さあ急がないと。書類は持ちましたかね。これ誰だっけ。あ、持ちました。いやだ、暴力的、怖ーい。これはひどいこと。君大丈夫？大丈夫ないんじゃない、倒れてるから。大丈夫ですか？君ごめんなさい。慌てていたものですからぶつかってしまいました。私を許してくれますか？いいえ、そんな簡単に許せないの私。そんなこと言わず、どうか許してください。いや、ちょっといいえ、許せません。最悪、絶対許さなきゃいけないじゃん、これ。いいよ。許してくれてありがとう。おや、君アカデミーのバッジをつけていますね。そうでした。新入生が今日からやってくることになっていたのでした。君ですね、ゆうたくん。そうです、私です、ゆうたくん。そうですか。今日から頑張ってレギュラーを目指してくださいね。目指すみたいです。いけません。これじゃ完全に遅刻です。それじゃあ私はここで失礼しますよ。さようなら。今の人はもう覚えてない。この人なんかよく覚えてるわ。あのゆうたさん、この人なんか強そうと思ってた、子供の頃。時間は指定通り。感心感心。私はエミリーと言ってロイヤルテニスアカデミーでテニスを指導しているの。 それにしてもなった、さっきどうかしたの？頭でも打ったんじゃ。はい。きっと水をまいたばかりで滑りやすかったのかな。もう大丈夫？いいえ。そうじゃ、気分が治るまで少し待っていてあげ。え？嘘だろ？てっきりさ、好きに移動できるのかと思ったらできないんだ。そうなんだ。アカデミー夏。エミリーコーチなんだ。その子ですね、アカデミーの新人って。何？そう、中を案内されるの、私。ゆうたさんよ、よろしくしてあげてね。よろしくどうぞ。いきなり呼び捨て？ゆうたちゃんと呼び？途中入校するのはとても珍しいことなのよ。それだけ私がうまいってこと？有望ってことなのよ。それ楽しみだわ。ここはとても厳しいけど、頑張ってね、ゆうた。頑張ります。はーい。もう
懐かしさでさ、爆発しそう私。テニスコートね、うん、このテニスコートこそアカデミーのみんなが憧れるコートなのよ。最強のプレイヤーだけがこのコートでプレイすること許されるからよ。私はまだ最強のプレイヤーではないわよね、きっとね。アカデミーのシンボルとして本館に近いこともその一つと言えるわね。どこでも同じじゃない？テニスコート最悪。観戦用のベンチがあり、公式なトーナメントだっていつでも開けるコートだわ。美しいガーデンに、美しいのかしら。トレーニング施設、トレーニング施設も目の前。最高の環境でしょ。まあ、そうなのかもね。ここでテニスをしたかったら選抜クラスのメンバーに早くおなりなさいな。すごくない？ちょっと待って、おなりなさいなって何？やっぱ強そうよねこの人ね。ここはもういいわね。はい。で、私みたいな雑魚がプレイするテニスコートはどこかしら。あっち？ここ奥に行ったコートはジュニアクラス。あ、私ね。はい、ジュニアです。だよね。知ってた。うん。そっちは？シニアクラス。え、老人？老人のコートってこと？私？ジュニア上がった後シニアなの？なんか言い方なかった、もうちょっと。レギュラーとかさ。シニア？まあ、いいけどね。ちょっとこの先を行ってみましょう。ここは何？カラフルなコートね。あそこにコーチがいるわね。あれはテニスのテクニックのトレーニングコーチなの。サーブ&ボレーをトレーニングしてくれるから気軽に声かけてね。こっちのコーチはね、ロブショットのトレーニング。ロブショットとは？こうしたコーチたちはまだいっぱいいるのよ。ね、テニスのトレーニングに最高の環境でしょ。あとどんなものがあるかは自分で調べてね。おーい。仕方ねえな。これはレストラン。アカデミーのオアシスね。レストランのすごくない？アカデミーの中にカフェあるの。カフェって書いてあるわよ。レストランじゃないの。厳しいトレーニングの後、みんなここでくつろぐの。最高の贅沢ってわけ。あ、そう。はい、エミリー。これ、ただかしら。何この人たち。マークにケビン。なんかコテコテの名前ね。君が見当たらないから俺たち探したんだぜ。それはごめんなさいね。いいんだよ、エミリー。何なんだ、たち。彼女はユータ、アカデミーの新人よ。よろしくどうぞ。明日からは我々も君をトレーニングするんだ。コーチのマークだ、どうかよろしく。コーチだったわ、なんか敵対視しちゃった、ごめん。僕はコーチのケビン、トレーニングのモットーは厳しく楽しくってとこさ。厳しい人楽しくないわね。明日からの君のテニスを楽しみにしているよ。どうかよろしくな。エミリー、カフェにいるから君はどうだろう。エミリーのこと好きなの？好きって言いなよ。彼らコーチだけどアカデミーの生徒なの。選抜クラスのメンバーだわ。もちろん私もね。あ、そうなんだ。じゃあこの人とも戦うことがあるってことね。怖いわね。すごい強そう。お疲れ様。ここがアカデミーの訓練生の宿舎。ちょっと待っててね。私の部屋はどこかしら。このね、独特な首の動きが私覚えてるわ。
顔歪んでんじゃんと思ってたもん。彼女のことは気になるでしょ。彼女あなたのルームメイトなのよ。私はケイトよ。どうかよろしく。来たわ、ケイト。かわいい。まあ、ちょっとこのドットでは可愛いかどうか難しいかもしれないけどね。彼女はシニアクラス。あなたのクラスよりも一つ上のクラスよ。アカデミーでの最初は誰でもジュニアクラスだわ。ケイトもジュニアクラスで成績を上げていって上のクラスに行ったのよね。あなたも頑張ればきっと大丈夫よね。オッケー、任せて。また頼もしい。その調子よ。気が合うみたいな。気が合うと思う。二人はパートナーでもあるから、仲良くなってちょうだいね。ダブルスのパートナーのことよ。あなたが来てくれたおかげでやっとダブルスができるわ。さあ、後のことは任せて。私は行くことにするわ。バイバーイ。カフェに行くのよ、カフェに。明日から厳しい、厳しいから今日はゆっくり休んでね。いやね、厳しいって言われるとやる気失せるのよね。不思議よね。てかさ、この全体的な音が良くないですか。なんかもう懐かしみを、お、何あれ、女いた。さあ、準備はいい？ OK。アカデミーの練習には時間割なんてないの。え、何でもいいってこと？自分のレベルの練習を自由に選んでやれるのよ。ロブやボレー習いを習いたいなら専門のコーチがいるから指導してもらえばいいの。昨日エミリーからも案内してもらっているか分かってるわね。なるほど。試合やりたければそれもやっぱり同じ。テニスのレベルに応じてクラス分けされてるからその中で戦うの。え、やりたい、もう。もうやろうやろ。戦いたい。じゃあね。そっか、最初はダブルスじゃないんだ。シングルか。あ、でもボレーとかやり方覚える？覚えてから行こう。そうしよう。この人？はい。やるわよ、あなた負けないわよ。ジュニアクラスだったら基本的なネットプレイが使えるのかも。あ、何の話をしてんの。サーブ&ボレーだから、はい、はい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 。まあできるでしょ、さすがに。子供の頃このゲームをやっていたわけですから、私もね。行くわよ、トウ。ちょっと待って、移動がさ、移動がね。ね、移動むずくない？ちょっと待って。はぁ、ちょっと待って、意外とむずい。ね、一生失敗、終わった。できないんだけど、何これ、鬼コーチじゃない？ちょっと待って、移動って別にダッシュとかあんのかな。うわー、くそ、そっちに入れれない。やった、よっしゃ。何ウィンクしてんのあの人。なんであの人がウィンクするのよ。変なポーズしちゃった、はい、ダメだ。いや、一回できたからもういいです。間違えたわよ、もうごめんなさい。じゃあこれ最後ね、泣きの一回ということで。ほい。え、ちょっと待って、今ボールぶつけてきたんだけど、あの人、信じらんない。あなたさ、あ、これさ、実際のバトルで使う？わかんないけど、使うんかな。
打つとこ嫌なとこすぎない？待って、むずい。意外とむずい。いいです。ダッシュっていうのがさ、できないのが良くないんだろうな。はい、誰と戦えばいいの？私はこの子、誰？サマンサ？受けて立ちましょう。あ、強そう。どうしよう。6ゲーム3セットマッチ。2セット先取した方が勝ち。オッケー、任せて。私はテニスはね、リアルではやってこなかったんですよね、ほとんどね。なんかキノピオみたいな話じゃない。負けないわよ。トウ。イェイ。うるうる。負けないわよ。はい。あー、悔しい。なんで取るの、あなた。おら、イエーイ。強いわ、私。うん、なるほどね。ちょっと操作感が分かってきた。うん、いくわよ。くそ。おい。ほら。よっしゃ。え、うまくね？まあまあ、最初の敵ですからね。そんなまあ、苦戦してられないわ、私も。ほら。おい。おれ。あ、ごめんなさい。最悪だわ。おい、ほら、うむい。ドヤ顔。ゲームポイント。ほい、サービスエース決めてえなね。1取ったわよ、先に。何その色、かわいい。よし、来なさい。おら、ダーン。くそ、今のポンと打てた。おら、はい、返してく。おい、やっとネット落つ。よし、はい、アウト。調子こいたわ。お疲れ。足すりむいてない？大丈夫？煽りすぎじゃない？大丈夫？嘘でしょ？サービスエース決められたわ。ほい。よいしょ。くそ。返してこないで。返さないでよ。醜き争いよね、返さないでよって。ね、2セットっていつ終わるの？思った。結構かかる。よし、うまっ。今のうまいでしょ。いいサーブ打ててんじゃね、割とって思う。なんかボレーとかしてこないから前にいて全然いいよね。そうね、ボレーだっけ、なんだっけ。ごめん、ぶつけちゃった。ぶつけるつもりはなかったのよ、っと。よいしょ。はい、お疲れ様です。1セットが6ってこと？そういうこと？かかるわね、だとしたら。
まあいいわ、やっていくわよ。ほい、危ない、よし。ぶつけるのうまくね。性格悪いよ、大丈夫。何あなた、ちゃんとやって、よいしょ、よし。やっぱ左右に振っていくって大事ですよね。6取ったら1セットか。はいはいはい、理解しましたよーと。よし、よっしゃ、ほい、ほい、ぶつけてやりたい。ひどい。ぶつけてやりたいわ。よいしょ、おい、よし、あと1で、あれですよ、セットですよ。ああ、ちょっと、あなた何、負けないわ、そんなことするなら。許さなくてよ。ほい、よっしゃ、やられたらやり返す、それが私。おら、おら、くそ、左右に振りたいだけなのに全然触れない。やった、いけるわ、いけるわよ。おい、こっち、こっち、やった。もう疲れん。セットポイント、あ、セットポイントの曲懐かしい。なんか危機迫る感じで好きだったな。なんかやばいみたいな、相手がセットポイントだともう絶望みたいなね。ワンセット取りました。よし、取るぞ今回も。まあ、ストレート勝ちしたいですよね、やっぱ最初の人ですし。でもなんかこの人好きだった記憶があるんだよな。なんだろう、なんかその好きなキャラクター操作してテニスするモードで、この人を使ってたような気もするんだよね。気のせいなのかな。当時のまあ学校ずる休みしていた時の私。はい、ずるくないそれ、何、余裕ですね。あ、余裕とか言うから。よいしょ、私こっちの方がいいな、コート。ちょっとちゃんとやってください。おい、え、大丈夫。大丈夫とか言っちゃった。ねえ、ずるじゃない。何もずるではないんだよね。いや、でもずるじゃない。やった、やっぱ後ろだったり前だったりこう陽動した方がいいね。あ、余裕。リターンエース嬉しくない？リターンエースいいね、狙っていこう。大丈夫大丈夫、慌てないでね。はいはい、よし、
確か A と B 合わせたら紫色のあれになると思うんだよね。よしよっぽなったわ、覚えてたわ。意外とそういうとこだけ。よいしょ。わ、今のかっこいい、今のいい決め方ですね、うん、よいしょ。え、うまくない？よし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 、おいおい、ぶつけていく。私はせーの、はい。ごめんって、なんかぶつけすぎだよね、さすがにね。ごめんね、もう謝罪はする、うん。ほい、おらおらテニスって楽しいね、うん。はい、最新のマリオテニスは買ってみた方がいいのかな。意外となんかこのこれとなんかゲームキューブのマリオテニスはやったことがあって、うん、でもなんかストーリーがっつりあるこれが私はやっぱ一番覚えてるんだよね。印象深いというか。もうダメだ、すぐアウトになっちゃう、ここに打たれると。そう、ストレート勝ちしたいんじゃ。いけるぞ。はい、だー、やった、ネットじゃ次は青色いきます。はい、え、どうした私、大丈夫、やる気出していこう。次紫いきます。勝手に子供の頃は紫が強いみたいに思ってた気がする、うん。勝手にね、多分関係ないんだろうけどな。やんのかな。よいしょよいしょ、お疲れ。いい、あーやだ、本当にやだ、今のは、今の愚かなミス、ごめんなさい。よいしょ、オンライン、オンライン、よし、いい試合しすぎじゃない勝利。さあこれを決めれば勝ちよ。よいしょよいしょ、勝てる勝てるぞ。うわ危ない、至近距離ラリーなら負けないわよっていう、うん、至近距離ならね。よいしょ、来たぞマッチポイント。ほらー、ごめんなさいアウト。ドゥ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 、 BGM いいよねやっぱり。地味地味な勝ち方しちゃった。レベルアップできるの？え、ケイトちゃんもレベルアップしたいよね。そうだね。30でしょ。じゃあ2人とも4までいこうか。こんな感じで。何これ、あ、触れるんだ。うん、ちょっとスピード欲しい、あとパワー、はい。ケイトちゃんもスピードと、あとケイトちゃんはね、個人的に言えばやっぱこの辺とか手
クニカルな戦い方をしてほしい。負けたわユータ、今日からランキング4にあなたがランキングされるわ。よくやったぞユータ、ランキング4を倒してランキング4にランクインだ。よっしゃ、余裕でしたね。じゃあお疲れ様です、帰ります。ケイト先生、私勝ちました。圧勝というものを見せつけてやりましたよ。聞いて聞いて、お帰りユータ、今日も疲れたね。今日トレーニングもう終わりにする？はい。あ、セーブしてくれたってこと？どうしよう、違ったら怖いよね。あ、セーブされてる。よし、ということでですね、ちなみにこのマリオテニスは電池が生きてました。買ってきたら3つともにデータが入ってて、おーってなったね。はい、ということで、ストーリーモードとりあえず全クリしたいですね。やっぱ思い出、なんだろう、思い出しながらいろいろとなんかいたんだよ、ムカつく敵とか、うん、そういうの倒したい。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。